中本姫香のな。心理カウンセラーの中本姫香です。今回はこんなお悩みから。ラジオネームしんさん。以前ある競技のスポーツ少年団で指導をさせていただいていると番組内でお便りを紹介していただきました。4月になるとそれぞれ進級し、新キャプテンを中心にみんなで活動します。大会に参加する子は全員出場してもらいますので、特にレギュラーなどはなく、各メンバーが習熟度に合った活躍をしてもらえるよう指導しております。昨年の秋頃から新規メンバーたちも加わり、面倒を見切れなくて大変ですが、その分やりがいも感じております。さて、以前教えていただいたフラットな状態で聞くに関して新たな悩みができてしまったので相談させてもらえないでしょうか。メンバー一人一人に対して時間をかけにくくなったことが原因なのか、フラットな状態でありにくくなってしまいました。相手の性格、練習メニューが好きか嫌いか、その時の機嫌など、彼らと今まで接してきた経験が邪魔をするのか、最近ではある程度の予測をして彼らの話を聞いてしまっています。フラットな状態でいるコツと言いますか、中本さんご自身が工夫しているようなことがありましたら、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。というしんさんですね。いつもね、こう試合の前であったりとか、あの練習のことであったりとか、あのメールくださっていますが、その後のご報告もありがとうございます。4月ってそうですよね、それぞれ進級してとかチーム編成がちょっとずつあったんですかね。なんかね、いつもフラットな状態でいるってでも難しいですよね。子供たちって大人以上にこう予測できない機嫌とかプレーのね不調とかももちろんあるでしょうし、またはその新さん側としても、あの日によってとか時期によっていろんなことあると思います。なのでフラットでいなきゃいけないんだっていうことではなくて、ただなるべくそういうあの頭っていうか前提で持ち続けるんだよっていうのが大事なのかなというか、例えば何かこうちょっとグラウンドに入る時に一旦立ち止まって深呼吸して、ふうリセットしたみたいな、なんかそういった習慣もね、もしかしたらあのご自身にとってイメージですけど、こうスキーしたっていうような、そういった習慣もあってもいいのかもしれないですね。なのであの半年前とかに言ってたことと矛盾していたら申し訳ないんですが、フラットであり続けるのは大事なことだし、だからこそ難しいんだなっていうふうに私は思います。また何かね、その後あの試合であったりとか子供たちとの接し方で変化などありましたら、ぜひ聞かせてください。中本姫香のな、最後までお付き合いください。私への質問も大募集中です。中本姫香のな。中本のツボ。中本姫香が一つのテーマでお話をします。私の話すことで気持ちが楽になったり、現状を変えるヒントになったりしたら嬉しいです。今回のテーマはこちら、サウナとメンタルヘルス。サウナね、サウナそれ自体が最近出てきたものではないですけれども、なんかね、あの温泉施設の中にサウナ室が設けられていたりとかはねありましたが、ここ数年ブームになってるよっていう感じはしますね。どうやらね、あのメンタルヘルスにも良いらしいよっていうことを私は情報ゲットしたので、今日はサウナについてお話をしてみようと思います。あの、まあ、サウナがなんでこんな今流行ってるねんっていうことですけれど、なんか火付け役になった作品があるそうで、あのよく語られるのは2019年に放送されたドラマの茶道っていうのがどうやらあるそうですね。原作の漫画があって、あのドラマ化されて、そのドラマの中でこう、まあ、東京というか関東近辺なのかな、のなんかいろんなサウナ施設にあの行ってっていうドラマらしいので、その舞台にこう自分たちも行ってみようみたいな
そういう動きがあったそうです。私の周りでもそのなんで2019年ぐらいの時期から少しずつ、まあ、サウナーと呼ばれるいわゆるサウナに通う人たちが増えていったような気がします。最近その推奨されてるサウナの入り方っていうのはただただこうサウナ室に入って終わり汗かいて終わりっていうのではどうやらないそうですよ。サウナ室で体を温めてからの水風呂で急激にこう体を冷やして、まあ、最後にまあ外気を熊外に出てっていうのまでがワンセットなんだそうですね。まずまあ、サウナに入ることでね体の中で何が起こっているかっていうのを簡単にお話ししますと急激に日常生活ではありえないような高温にさらされるんですよね。この時に皮膚の血管がこう拡張した状態になります。なんとなくイメージつきますよね。そこから急に水風呂に入ることで皮膚の血管が今度収縮します。なので水風呂を出た後の血管っていうのがサウナ室に入る前よりさらに広がるんですね。さっき冷えてたからそれによって体が温まってくるっていう仕組みなんだそうですよ。この時に、まあ、いわゆる整った状態になるっていう風に言われています。それで私が最初にサウナにきっかけサウナいいよっていう風に勧められた時に聞いた話がこの整っている時がもうやばいと多幸感というか脱力感と言いますかね疲れてたり嫌なことがあった時も整うことですっきりするんだっていうのを小耳に挟みまして、それで興味を持ったっていうのが始まりです。先日そのメンタルヘルスと整うの関連性っていうのを調べてみたことがありまして、実はその整った時に脳内で分泌される物質のうちベータエンドルフィンっていう、まあ、物質がありましてちょっと怖い響きなんですけれどいわゆる脳内麻薬的な特徴があるんだそうです。なんかね不穏な感じがしますけれどもまあ要するに気分の高揚とか幸福感っていうのが得られるんだよっていうことですね。他にもその話が番組内でたびたび口にする、まあ、オキシトシンとかセロトニンっていったメンタルヘルスを語る上では嬉しいホルモンたちが整ってる時に分泌されるためにこの整うっていうことにみんな魅力を感じてるんですね。確かにそのセロトニンを増やす方法って、まあ、医学的には、まあ、いくつか解明はされていて適度な運動をした方がいいよとか日光をどれぐらい浴びたらいいよとかって明らかになってはいるんですけれどもなかなかこうそんなね時間がね忙しい日中には確保できないよっていう、まあ、ビジネスパーソンとかいらっしゃいますよね。出社の時にまあちょっと太陽光浴びてたとしてもオフィス入っちゃうよみたいなとか、あとは、まあ、日光を浴びるのって体にとって健康だけじゃないよね説も、まあ、浮上しているじゃないですか。シミとかね日焼けとかしたくないわっていう人とかね。あとはその雨の日にじゃあ太陽光浴びれないからセロトニン分泌されにくいのかとかいろいろ難しいんですけれどもそんな時でもサウナは一日ねお仕事したまあその仕事終わりとか、まあ、勉強終わりとかに自分のタイミングでフラッと行けますから安定してね自分のコンディションを整えることができるっていうわけなんですね。ここまで聞いていただいてサウナがねすでに習慣になっている人はそうだそうだってサウナいいぞって中本知ってたぞそんなことっていう感じかもそんな冷たくないか皆さん優しいか知れませんが一方でねこれから行ってみたいなっていう方はその正しい入り方とかあるのかなって思いますかね。実はそんな今饒舌に喋っている私もサウナ初心者でいざ行くってなった時にすっごい調べました。何分いたらいいんだろうとかどういう流れなんだろうとかね。なのでねまあ、今せっかく聞いていただいて、まあ、メンタルについて考える番組でもありますし
初めての方におすすめの入り方っていうのをまとめました。まず、サウナ室に、3分最終だからね、無理しないでねっていう、室温がね90度前後あるので、もう入った瞬間からもしかしたらわーって暑いってなるかもしれませんが、サウナ室に3分、続いて水風呂が30秒、最後に、まあ、外気浴とか、まあ、その水風呂出て休憩を、まあ、5分から10分、まずはこの分数から入ってみるといいよっていうことだそうですよ。うん、慣れていったらね、少しずつサウナの時間、水風呂の時間を伸ばしていってみましょうっていう。ちなみにその私の友人のサウナーによると、整った状態っていうのは慣れだっていう風に言われましたね。はい、一度感覚つかめると毎回整えるようになるよっていう風に言われました。サウナ室も水風呂もね、我慢大会ではないので、長く入れば入るほどいいっていうものでも、まあ、ないらしいですよ、どうやら。なのでね、ひたすら長く耐えるぞとか、周り出てないから周りのペースに合わせて自分ももうちょっといようかなっていうよりは、自分のペースをね大事にして、しんどいなとかになる前にはぜひ上がっていただくっていう風にやって、あくまでまあ楽しむとかリフレッシュするっていう気持ちを大事に入ってみてください。それから最後に水分補給ですね。もうそれはもうしっかり行ってください。汗もかきますし、代謝が良くなるんですよね。なのでこう、いつもそんなに水飲まないし大丈夫でしょみたいに言う人が甘く舐めてると大変なことになりますから。よくね、そういったサウナ施設にペットボトル置いてくれてたりとか、まあ変えたりとかするので、そうやってこう整って、まあちょっとスッキリしたいなとか、もちろん今日はあんまり話せなかったですけど、フィジカル、体にとってもいい効果たくさんあるので、ぜひそういったことも注目してよかったらやってみてください。今回はサウナとメンタルヘルスというテーマで話しました。以上、中本のツボでした。この番組ではあなたからのお悩みを一緒に共有していきます。ぜひお便りお待ちしています。中本ひめかの中本姫香のな、第82回いかがでしたか？サウナに関して、ちょっと前にインスタグラムの投稿かなんかでまとめたんですけれど、それを見たオリエンタルラジオの藤森慎吾さん、私にとって唯一ぐらいの芸能界の、先輩というか、オリラジのお二人にはすごくよくしていただいたんですけれどね、その藤森さんから連絡が、投稿を見て届きまして、ひめたんサウナ行くのって、そうじゃんって、サウナいたわと思って、そうで、そっからサウナの話にちょっとなりました。なのでいいですね、こうサウナ行ったよっていうところからつながるね、輪があるかもしれない。うん、女の子も私の周りのサウナいるんですけどね、やっぱメンズのイメージがまだまだ大きいですかね。そうなんですよ。でもその私にサウナ教えてくれた女の子も、落ち込んでるんならサウナ行きなよみたいにとりあえずサウナでも行ってきなよって、すごいサウナを激推ししてくれてましたね、その時は。そうなんです。なのでまあそれだけね、落ち込んでる時とか元気ない時にもいい作用をどうやらもたらしてくれるということなので、はい、番組ではあなたからのお便りお待ちしています。ちょっぴり長電話のコーナーで不安や悩みを話したいという方は、電話番号を必ず書いてメールを送ってください。私、中本姫香への質問や番組の感想もお待ちしています。メールアドレスは naka@joqr.net naka@joqr.net です。また Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでお聞きの方は更新通知が届きますので、ぜひ番組のフォローもよろしくお願いします。次回の更新は5月1日月曜日午前7時です。1週間後またお会いしましょう。お相手は中本ひめかでした。ごきげんよう。
今週の小さな幸せ。千葉県市原市、25歳会社員、ラジオネームゆっぴーナットさん。料理中に卵を割るとき、片手で割ることができると幸せに感じます。あ、いいですね。卵今一個一個高いので大事に使っていきたいですね。